はい、ということで第2部始まりましたけども、はい、ですね、まあアートとオタクということについてちょっと今回第2部喋ろうかなと思うんですけども、まあ、なんでこの話を出してきたかっていうことで、そうですね、ラジオの企画段階の時にまあそのふまくんと一緒に喋ってた時に、まあ、僕の方はカルチャーだねアートだねみたいな話してたんですよ、はい、はいはいはいその来るぞ来るぞみたいな顔してますけど、まあその時にね、ふとまあ思ったのは、はい、まあ映画だとさ、ちょっとまあ映画をまあでも映像作品としてアートって言われることはまああったりもするし、はい、まあ、そういう風にカルチャーの方も だんだんこうなんていうのアート認識みたいなのって昔よりは高まってきてるじゃないですか。そうです、ね、ファッションの方もね、まあ、そういうのもあったりとかして、でもやっぱ漫画って、まあ、基本的には大衆向けだなっていう風には思うんですよ僕は。でオタク向けというか、はい、まあ、まあさらにね今萌え文化なんて流行ってきてて、もう本当にラノベを漫画化しましたみたいなクソみたいなまあ僕もたまに見ますけども、そういうのは、まあ、萌えたいかなと思って見ますけども。大丈夫、今叩かれない大丈夫です本当に、まあね、そういう生産性のないような漫画もいっぱい増えてきましたけども、燃えるだけみたいな、ね、はい、うん、のも増えてきましたけども、なんでじゃあアートっていう定義は何なんだろう、そもそもアートっていうのは何なんだろうっていうところから、なんで漫画ってじゃあアートって言われないの、 それはどこにあるの、じゃあアートって何なのみたいな話をしてたんですよね。なるほど、うん、でそれをそのうまくんに話を振った時に、まあ、ある昔こういうことが起きたんだみたいな、オタクとそのアートっていうのはなんていうの、これちょっと対立してんじゃねえかみたいな話をしてたんですよね。でそこで出てきたのが、まあ、オタキング、まあ、オタクの王様と言われてる、これ自称か、自称言ってる、いやでもなんかちょっともうこの辺りでなんだよな岡田斗司夫さんっていうね、まあ、岡田斗司夫さん知ってる方もいらっしゃると思いますけど、ガイナックスの初代社長さんですよね。でガイナックスっていうのはもちろん皆さんのご存知の通りエヴァンゲリオンを作ったアニメ会社だと、まあ、有名ですね。で、村上隆史も、これ村上隆史はもう皆さん知ってると思いますけども、現代アーティストとしても有名ですし、まあ、作品としてすごくこうオタク的な作品を取り扱ってるようなアーティストさんだと。で、まあ、オタクに近いというか、まあ、こちら方から見るとそういうのを扱ってるのかなみたいな風には思ってるんですけど、まあ、その2人がね、なんか仲悪いんでしょ。いや仲悪いってそういうこと、仲は悪くないよ。あ、仲悪くない俺もすごく丁寧に喋っていくけど、うんうん、いやでもそうで、そういうね、だから安倍さんが、安倍くんが、うんうん、まあちょね、オタク系だと、はいはい、まあ、なんか漫画とかアニメが好きだと、だとまあ、2人を分けるとね、はいはいはい、で俺はどちらかというとまあアート好きだと、はいはいはい、まあ、漫画も読むけどあんま読まないと、うんうん、みたいなところがあって、でお互い相入れない、うん、相入れないし、で結構そのファン層もちょっと分かれてるよね、うん、みたいな話がしてたことがあって、してましたね、はい、でそれでやっぱりその間には何があるんだろうみたいなことを喋ってた時に、うん、やっぱ岡田さんと村上さん、うん、ちょっとフルネームで言わないっていうのはちょっとこれあんま引っかかってほしくないから岡田さんと村上さんあそうかみたいなところが何があったかみたいな話だけど、はい、まあ、多分わかん、俺はもうちょっと詳しくないから、うん、これか本当に全然詰めた議論じゃないけど、うん、だから本当岡田さんっていうのは、まあ、オタキングって言われてるぐらい、うん、まあ、オタクの王様だと。でアニメとか漫画すごい詳しい、はいはい、BS 漫画屋とか出てたりとか、まあ、評論本もいっぱい出されてたりするし、で一方で村上さんは、まあ、現代アーティストとして、はいはい、まあ、日本で随一で一番今有名な人だよね。そうですね、っていうことがあって、だけど、まあ、村上さんっていう人が、まあ、90年代ぐらいから、うん、芸大の院生の後に、うん、まあ、いろいろ作品作り始めて、はいはいはい、加瀬大将のプロジェクトとか、うん、いろいろなんか今とはちょっと違うんじゃないかっていうようなちょっと違う作風で、じゃあ元はオタクっぽくなかったんだ。オタクっぽいっつうか、なんかそうああいう感じじゃなかった。そうだから元々は日本画で院まで行って、うん、でその後いろんななんていうかシーブリーズとか、うん、まあ、俺もちょっと実物見たことないんだけど、うん、そういうようなちょっと今後追いの世代からするとちょっと、うん、あそんなんやってたんだっていうようなことを、まあ、90年代の初頭ぐらいにやってたとされています、うん、でその後に、うん、まあ、世界に打って出ると思ったぐらいからやったのだと思うけど、うん、まあ、そこでいろいろちょっとマスコットキャラクターみたいなものを作って、うん、でそういうので、まあ、フィギュアとかね作って、うん、でそれがまあ90年代終わりぐらいにまあ、どんどん人気が出てきて、そうですね、デカパイのやつですよね。デカパイのやつとか精子ブンブンのやつとかおっぱいがおかしいことになってるやつですね。なってないですね。ありますよ、まあ、そういうのがあって、うん、でまあ今ちょっと村上さんの略歴みたいなことになってるけど、はいはいはい、その後、まあ、2000年代になって、うん、沢良宜さんっていう美術の批評家がいらっしゃるんですけど、うん、一番有名なっていうぐらい沢良宜さん、沢良宜さん、はい、のいさんなんですけど、うん、
なんかバンドのノイっていうバンドからペンネームつけたらしいんですけど、分かんねえな、なんかその沢木さんがあの水戸芸術館でやった日本ゼロ年展っていうのがあって、はいはい、でその後なんかいろいろロサンゼルスの美術館とかいろんなところで、まあ、村上隆の展示があって、はいはいはい、でまあその後話題になったのが、まあ、去年、うん、あの国ちょっとどうかちょっと忘れしたけど、はいはい、ドバイかな、うん、ドバイでやった村上さんの展示で五百羅漢図をなんか現代に蘇らせるみたいな、すごい巨大な作品を作られて、はい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 、でそれがまた新境地だっていう形で評価をされたりして、なるほど、で、まあ、今年になってめめめのクラゲっていう、ねはい、あの素晴らしいというか なんていうかそんな大もないんですけど、いやだから俺はすごい、うん、すごいなって思った作品だったんですけど、へえ、まだ見てねえんだな。いやでもこれは本当に見た方がいいと思う。あ、そうなんだ。なんかまあ、2部作か3部作らしいですけど、あ、そうなの、そう、あれまだ終わりじゃないの、あれ終わりじゃない、なんかね最後に、うん、これネタバレじゃないと思うけど言うと、うん、なんか全然終わんなくて、うん、で最後になんかちょっと悪の感じの人が出てきて、うん、まだ続くぜみたいな感じがエンディングで、だからまだなんかね今年のねこれからまだ撮影があって、で来年ぐらいに公開らしいんだけど、うん、っていう感じで結構、まあ、初期だから陰性でやってた日本画があり、うん、その後90年代にあったちょっと初期のちょっと野心的な作品があって、はいはいはい、その後オタク的なあのマスコットキャラクターとかフィギュアとかで、うん、まあ、世界に売って出て、うん、でそういうのが、まあ、続いたけど去年になって、まあ、その作が続きつつあるんだが、はいはいはい、あのちょっと宗教的な、うん、ちょっと第二段階入ったかなみたいな作品を出されたりして、うん、今映画を作られてるっていうような現状があるんだと思います。でその中でやっぱり、うん、あのなんていうかな、そこら辺がちょっと難しいんだけど、うん、やっぱアートと漫画ってやっぱそれぞれちょっと独立した、うん、まあ、それぞれの成り立ちがあったわけ、はいはいはい、だけど、言い方難しいんだけど、うん、現代美術って多分あのすごいいろんなものを内包できるような概念としての現代美術っていうのがあると思ってて、なるほどなるほど、現代美術っていうのは、はい、なんかいろんな分野のそれぞれの知見みたいなものを生かしつつなんか作品ができていくみたいな部分があって、はいはいはい、じゃあ現代美術だからって言って別に絵画なわけじゃないし、そう、完全そこそういう形としてっていうのじゃないってことですよね。そうだから本当に現代美術っていうもので何をどう語るかっていうのは本当難しいと思って、うん、なるほど、だから本当に映像をやる人もいるし、はいはいはい、インスタレーションをやる人もいると、うん、でそういう中で、まあ、いろんな分野をちょっと影響を受けつつやってると、はいはい、その中で村上さんっていうのはその本当にそういうマスコットキャラが必要だと思ったのか、うん、それともなんかいろんな作戦っていうかね、うん、あの自分があのアーティスト人生を生き抜くために これを選んだのかちょっとわからないんだけど、うん、まあ、ちょっとやらしい話ってことですよね。やらしい話とか、まあ、でも生きていくのは大事だから大事ですよ、それは大事ですよ、うん、だけどそういう意味で選ばれたのかわかんないけど、はいはい、とりあえずそういうマスコットキャラクターみたいなものでとかフィギュアとかをね、はい、作ったっていうのがあって、でこれちょっとさっきこのラジオのためにウィキペディアで、うん、あの村上隆っていう子を調べたんですよ。でそこでまあ岡田さんとのことが書いてあって、うん、でどういうことが書いてあったかっていうと、うん、あの村上さんが院を出る時の院制作、うん、院の卒業制作の時に作ったヒロポンっていうフィギュアがあって、うんうん、でそのフィギュアを岡田敏夫さんに店に行ったと、はいはい、店に行ったらなんかね発想が古いと、発想が古い、あとお前の顔もなんとかなんとかみたいな、じゃあ俺は知らないウィキペディアに書いてあるけどお前の顔って言われたらしくてうん、うん、でまあそこが多分接触としては一番でかいポイントだと思うんだけど、でこれはちょっとね詳しく覚えてないんだけど、うん、あのその後に岡田さんって、うん、あのガイナックスを辞めた後とかに、うん、まあ、文筆業に入って、うん、いろんな大学で教鞭取られてて、うん、まあ、東大とかで、はい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 、で取られたその講義が、うん、講義録みたいな感じになって本になってるんだけど、うん、そこで確か村上さんがゲストで呼ばれて、うん、あ、そうなの、そう、だからそういうところで接点はあるんだと思うんだよね、じゃあ別に なんていうのかな、その仲いいというかさ、でも呼ぶ仲ではあるってこと、なんで呼ぶの、わかんない、だから重要だと思ったんだと思うんだけど、まあ、重要だったじゃん、やっぱ接触があってっていう、まあ、関係性があったと、で、まあ、これがちょっとアートとかオタクを語るときにちょっと訴状に載せたらいいんじゃないかっていう話で、まあ、今俺ら喋ってるんだけど、なるほどね、まあ、あと2人の接点っていうことで言うと、なんかね岡田さんってニコニコ生放送をやってて、うん、ニコ生、ね、うん、ニコ生で月に1回岡田さんのなんかチャンネルの放送があるんだけど、はいはいはい、そこで現代美術とか村上さんについて語った回があって、うんうん、で、はいはい、俺もそれ聞いたんだけど、うん、YouTube かなんかにあって、うん、でその言ったことが結構現代美術をしてる人たちの側から言うと全然分かってねえじゃんと、なるほど、ね、岡田さんに、はいはいはい、っていうことですごい反発があったんだよね、なるほど、だけどそれも結構象徴的で、なんでかっていうと、うん、あの岡田さんの放送を見てた人たちは多分うんうんって言ってたと思うんだよ、うん、どちらかというと多分村上さんのことをちょっと腐すっていうか、うん、けなすみたいなことを言ってたんだけど、うんうんうん、
あの放送聞いてた人は多分ちょっと開催を上げるじゃないけど、うん、あそうだよねそうだよねって言ってた部分がある、はいはいはい、だからある意味岡田さんの放送聞く人ってどういう人かっていうと、うん、まあオタクの人とか、まあ新しいその評価経済とかが興味ある人もいるんだけど、うん、基本的にはそういうオタク的なメンタリティの人が聞くと思うんだけど、うん、そうだね、やっぱそういう人は岡田さんの放送にうんうんって言うけど、うん、一方でそれがちょっと YouTube とかに切り張りされて出た時には、うん、やっぱ現代ビーズの人たちは全然分かってねえなって言うと思うんだよね。あ、そうなんだ。だからそれは何かっていうと、やっぱりそれぞれがあの世の中を見る視点がまず全然違うってことがあると。確かにそうだね。思ってて、うん、やっぱ岡田さんのにうんうんっていう人たちはそういう漫画とかオタクのものが好きで、うん、でそういう現代美術的なものについてあんまりいいよく思ってないと、うん、で一方でやっぱ現代美術の側もなんていうかオタク的なものを借用してるっていう意識はあるのかないのか分かんないけど、うんうんうん、だけどなんていうかやっぱ現代美術の語られ方っていうある種の定石があるから、うん、こういう形で現代美術語るっていう形が一応まああって、はい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 、で岡田さんの語りはそれから全然それてるし、で事実関係もちょっと違うんじゃないみたいなところもあってやっぱ反発する部分はあったの。なるほどなるほどなるほど。そういう形で、まあ、今うまく喋れたか分かんないけどやっぱオタクと漫画のそれぞれの世界で、まあ、なんか住み分けができちゃって、うん、でお互いにまあ回路は一応例えばメディア芸術祭みたいなところで言うと、うん、はいはいはい、あそこって結構、まあ、メディアアートの祭典みたいな感じで、そうだね、漫画部門とかありますからね、ある、なんか4部門あるよね、漫画と、まあ、メディアアートと、うん、アニメと、アニメもありました、なんか、ね、4つあと1つちょっと分かんないけどなんかあって、うん、であれってやっぱ現代アート好きな人も行くし、うん、やっぱ漫画とか好きな人も行くじゃん、行くだろうね、俺行っちゃったよ、うん、だよね、あれって本当いろんな人をね内包できる、そうだね、日本随一のイベントだと思うけど、うん、いうことがあって、まあ、ああいうところとかで結構、ね、接点は測られたりするんだよね。確かに。それとか最近は確かにそういうのあるよね、うん、でもね、あるある、だからそういうところをつなげていこうっていう試みやっぱあると思ってて、うんうんうん、でなんか第3回ぐらいで、うん、あの都原美でやる石森章太郎と高層物の展示についても扱いたいねっていう、いうことを言ってたんだけど、扱いたいですね、はい、そうそう、だからそういうね美術館としてもそういう、うん、なんていうか相入れないところをちょっと結びつけようっていう意欲的な試み、うんうん、まあ、それが意欲的などうかっていうのはちょっとこう今辛辣の部分言ってるけど、うんうん、本当に意欲的なのかどうかちょっと分かんないけど、まあ、正直微妙なところもあるかもしれない、あるかもしれないけど、うん、でもそういう試みやられたりして、うん、まあ、接点測ろうとしてるけどでもなかなか測れないみたいなところもある、うん、っていうのが結構あの美術を語るときには重要なポイントじゃないのかなっていう部分があって、まあ、今回ねちょっとオタク側の人とアート側の人が喋るときに、うん、まあ、こういう、まあ、溝もあるじゃないかというのを、はいはい、まあ、現状認識としてちょっと確認した上で、うん、だけど俺らはそういう溝みたいなのがあるってことを認識しつつ、そうだね、だけどその先に、まあ、何語っていけるかなみたいなことを語っていきたいねっていうちょっと思いがあって、うん、まあ、一応ちょっと前提みたいな感じでちょっと今説明したんだけど、はいはい、であのなんかねその僕の話をちょっとするんですけど、はいはい、一応そのなんで立場的には僕の方がオタクというかちょっとカルチャーその方ですよみたいな感じに言ってますけど、僕自身は全く自分のことオタクだと思ってないんですよ、うん、というかそんな僕ごときが、うん、僕ごときがオタク様の名を借りてオタクと言ったらそれ本当のオタクの方々にぶっ殺されるだろうと思ってるぐらい、やっぱりオタクっていうのはもうそこに対してズガーって入ってる人たちとか、そかそか、だからエヴァンゲリオンとかもうこれだけ有名になってきてるわけじゃないですか。そうです、ね、もう本当にそれのなんか PP のギャルとかも見てて、なんかお前絶対お前絶対今知らねえだろっていうか、お前絶対綾波で可愛いって言いたいだけだろみたいな、ね、いう人とかも見てるじゃないですか。見てます。でなんかもう綾波可愛いとかさそういうこと言ってるじゃないですか。別にそれいいと思うんだけども、ただなんていうの、じゃあ僕はあのエヴァ好きですというか、もう僕はエヴァがバイブルですとは俺は言えないの、ね、エヴァすごく面白いと思ってるし、劇場版も超面白いし、もう最後どうなるのかなっていうのを楽しみにしてますけども、はい、でもそう言えないっていうのは、ま、俺よりもとんでもないやつらがもう5万といるだろうってことは俺知ってるからなんですよ、エヴァに関して言えば。もちろんね、他の関してもそうですけども、うん、だから僕ごとき浅いやつがそんなこと言えないなと思って、僕はオタクとは自分では言ったことはないんです。自分がオタクだとはほとんどないです、はい、けどもオタク的な要素みたいなのははらんでるし、まあ萌えアニメも見ますしね、人並みに、はい、結構見てるでしょ。まあそう、まあ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 、あんまり言うとそなんていうの、萌えアニメをさその見てますって公言できないのはなんかなんていうのかな、ある種の後ろめたさみたいなのがあるからなんですよ。ライトなオタクって見られるのが嫌ってこと、あっていうのもあるし、例えばね、そのなんていうのかな、僕その最近 その電車男らへんからのオタクの用語が嫌いなんです、はい、僕大嫌いなんです。あ、そうなんだ。でなんでかっていうと、その
オタク、つまりオタクって今までキモいものとされてたじゃないですか。今も別にキモいって言われてますけど、全然そうです、ね、女の子から超キモいって言われてますけど、そうです、ね、相変わらずその人権みたいなのはそんなになんていうの復活してないかもしれないけど、でもその電車男らへんのそこらへんから初めて世に出て、あ、こういうオタクの人たちがいるのねみたいな、はい、でファッションやってる側の人間的にそれってすごく流れ込んできたんですよ、その時らへんから。 あ、そうなんだ、うん、もうそれね、オタクこと言いたいんだけど、まあ、僕が大学生の頃だから今から何年前ぐらいですかね、3か4年ぐらい前の時って、今もそうかもしれないけど、もうアニメ見てんのがステータスみたいな、ファッション、原宿系のファッションを着てる人たちがアニメの話ができるのが当たり前なのみたいな、今期何やってるよね、超面白くて、わかるよそれ、わかるでしょ、わかるわかる、あの感じ超ムカつくんだけど、ムカつくでしょあれだからあれがすごくなんかそのなんていうの、オタクがファッションとしてなんていうのやられてるっていうか、オタクであることがファッションになっちゃったわけよ。そうだね、そうだね、それがすごく俺的に嫌だったの。ああ、そうなんだ。でオタクって恥ずかしいことだと俺はいつも思ってて、なんていうか、うん、そんなに人に誇れるようなことじゃないと思ってる。じゃなくてもっと陰でやって、うん、陰で集まってざわざわ言うようなものが俺はオタクだなと思って、うん、なんか公言して俺はオタクだぜ、アニメ見てるぜ、超知ってるぜみたいな、うん、もうアニメ見てるのかっこいいだろみたいなちょっとラップだけど、ハルキとか見てるぜみたいなのがさ、うん、すごく嫌だったのね、うん、あ、そうなんだ。なんかもっと陰湿でいいと思ってて。そうかそうか、うん、だからそのね、そういうなんていうの風習がねすごく嫌いなんですよ。だから僕は自分のことをオタクオタクってあんまり言いたくないんです。あ、そうなんだ。それは多分そういうところが来てて、まあそういうなんかファッションやってた人間からするとね、今も多分あると思いますよ多分。いやでも結構あるよね、うん、もう定着してるかも、もしかしたら。あのそう、なんか昔だと本当なんか結構本当に深夜アニメとか見るのがちょっと禁忌みたいな感じで、まあちょっとねなんか、ね、やっちゃダメなことやってるみたいな、オタクみたいなね、そう あったんだけど、本当に最近とかはね、あ、こんな人まで見てるんだみたいな。そうだ、結構さ、なんかそれこそなんかこの前1ヶ月前ぐらいか分かんないけど、うん、なんかネットですごい戦われてたのが、うん、なんかファッション雑誌みたいなので、うんうんうん、読者モデルみたいな人たちがすごい自分の部屋がオタク部屋みたいな、なんかそういうのをすごい語っててありますあります、すげえムカつくみたいなで俺は その記事読んだ時はね、うん、さっきあのオタクをファッションみたいに使ってるやつをちょっとムカつくみたいに言ったけど、うん、まあ、俺その記事読んだ時はまたムカつくと思ったから、多分俺は単に、ね、そういう なんて言うんだっけ、あの言ってること全部違うって言っちゃうはいはい、はい、なんかだと思うんだけど、2チャンネラー的な感じのね、そう、うん、なんかちょっと全部に反発しちゃうっていう、この俺の軸の天の弱的な感じ、天の弱、それ俺天の弱だなと思ったんだけど、うん、だから、まあ、いいじゃんと、うん、こういう人たち見てさ、そんな叩くなよと思ったんだけど、はい、その気持ちはでもね、分からんでもないのよ。やっぱりなんかファッションやってる人間からも分からんでもない、なんか、うん、オタクでかっこいいでしょ、オタクかっこよくねえだろって思うわけ俺毎回。だから今ってほんとね、だからその人たちが、うん、あの書き込みみたいにとか、ほんと普通にツイッターとかでさ、今何のアニメ見てるとかいうのもちょっとなんかステータスじゃないけど、ステータスになってますよ今、うん、だからそういう部分もある、うん、ってことこれ何につながるんだっけ、えそのなんで何だっけ、何の話だっけ、俺がオタクって言われたくないみたいな話をそうか、まあ、してて、うん、なんか言おうとしたんだよね、相当脱線しちゃったそうだね、あ、飛べて言われたくなくて、そうそうそう、でアートの話じゃないですか、はいはい、でなんかアートってもう本当になんていうの、インテリ様様みたいなのもあったりとかしてて、でなんていうんですかね、オタクの方はなんかもっと陰湿で、そういうこうハイなカルチャーとは無縁のものみたいな、もっとこう陰湿な感じがするんですよ、感情的な問題で。え、あ、漫画の方、あ、オタクの方がなんかそのさ、はい、まあ言っちゃうエロゲーとかそういうのもオタクに含まれるわけじゃないですか、そうそうとか、あとギャルゲーとかね、はい、そういうのも入って、あんなもんがそのなんていうの、こう高尚な文化なわけがないじゃないって思うわけ俺は。まあ前提としてもんね、ああいうさギャルゲーとか、うん、だからそういう面ではアートになり得るわけはないなとは思うんだけど、だすごいなんかね、複雑な感情だね、うん、だからオタクっていうの ものがまず何かっていうさ、そうなんか宮崎なんとか事件があってとかさ中森明夫がみたいなことはちょっとまあちょっと詳しくないから置いとくけど、うん、そういう、まあ、今アニメとあのなんだっけゲームじゃなくてアニメと漫画か漫画に限って言うと、まあそれはすごい好きだけど、うん、でもあのコアなオタクではないから、そうオタクと呼ばれることについてはちょっと自分はそう名乗れないと思ってるし、なんか適当にファッションみたいな感じでオタク、私オタクですみたいなこと言ってるやつもちょっとムカつくなと思ってるんだけど、まあ、自分も名乗れないし、名乗れない、難しいっすよ、けど好きなんでしょ。好きですね、大好きです。好きで、うん、陰湿であってほしいんでしょ、なんかそういう好きなもの、そう陰湿であってほしいです。で自分は陰湿なの、陰湿ですね。ああいやでも正直ここで言っちゃうと、そういうファッションっぽくしてるところもきっとあると思うんですよ僕の中で。ああそうかそうか、なんかそれがステータスっていう風に感じちゃってる部分が絶対あって、でそこに対しての自己嫌悪もあるんですけど、
でもなんかその例えばすごく簡単なところで言えばもちろんその雑誌の話もそうだし、うん、こうツイッターのアカウントとかがもうアニメアニメしててすごくアニメのことをツイッターで語っちゃうみたいな、うん、でも多分良識ある人とかは割とそのもう一つの専用アカウントとか作って喋ってたりとかするじゃないですか。なんかそういう人たちってなんかちゃんとある程度分かってるというかそのアニメっていうのが本当は別に全員に認知されてないもので、うん、すごくこうなんていうの局地的なもう人たちが見るもんなのみたいな、そしてその人たちだけが楽しむもんなのみたいな、うん、乗って分かってるからそうやってアカウントをまたさ作ってさ、なんかそうみんなの日常を妨害しないように陰で生きてるわけじゃん。そうだね。あ、そうか、だからそういうなんか考えっていうか、うん、そうそうそう、彼らなりのなんていうか気持ちの立て方っていうか持ち方っていうのはいいと思ってんだ、うん、だからそれはいいと思ってるし、そうであっていいんじゃないと思ってるの。だから最近クールジャパンとか言われてるのがすげえ嫌だし、なんか何がクールなんて思うわけ俺は。あ、本当。あのなんか、ね、うん、そういうアニメとかを見てて、まあね、その攻殻機動隊とかさ、なんかちょっとかっこいいじゃん、うん、ファッション的にも、うん、なんかファッションの人たちも好きだろうし、うん、あのファッション的にも見てていいと思うんだけど、うん、そういうなんか萌え的なものが果たしてじゃあなんか日本の文化ですよまさにみたいな風に売り込むのが、あ、そっか、果たしてそのかっこいいのかクールなのかって言われたら、もう俺的には全然クールじゃねえなみたいな。でもクールジャパンの回も一回やりたいね。あ、やりたいですね。でも俺は結構今クールジャパンって言われてやられてる政策とかに対して結構バッコバコに言われてたりもするじゃん。だけど俺は結構なんか国がクールジャパンっていうものをまあ立ててなんか売り出そうとしてるっていう、その心持ちはまず評価すべきだと思うんだよ、うん、まあ、その内容がちょっとダメなんじゃないっていうんだったら内容のどこがダメで、はい、そこをどうするべきかっていうのを言うべきだと思うんだけど、うん、今って結構なんかクールジャパンってやることに対してもダメで、うん、なんかそんなことよりこれやるよみたいな、はいはい、そんなことよりなんか規制緩和したりとかなんか表現を守れと、うん、なんかあの児童ポルノ法みたいなこととかに対して規制ばっかしてるんじゃないと、はいはい、それを規制しないことが一番クールジャパンを推進することだみたいな言い方されるけど、うんうん、まあ、国として何かやろうとしてることはいいことだから、うん、何ができるんだろうっていうのを考えた方が生産的だよねと思うから。そうだね、なんかそういう話もしたよね。そうです、国がやるならこういうのやった方がいいんじゃないかって。すげえでかいけどね。確かにね、でかいんですけど、そのすごくね、あのいいようにまとめてあるというか、うん、ピューンっていくと、うん、なんかそういう話をした。じゃあ結末としては、はいはい、なんかさ、そのじゃあそのクールジャパンとかいう政策を打ってる本元の人たち、はい、全くこの元の人たちっていうのは、はい、もうハゲたおっさんたちなわけじゃないですか。そっかそっか。そのハゲたおっさんたちが、綺麗なお姉ちゃんいるかわかんないけどね。だっていやでもハゲたおっさんたちだと思ってる。基本はね。基本はだし、多分そう、基本正しいよ。確かに基本そうだと思う。ハゲたおっさんたちがいっぱいいるところから出てきてるわけじゃないですか、そういう政策って、はい、ってことは、じゃあハゲたおっさんたち何考えてるかっていうと、あ、やべえ、じゃあ今さ、あの海外にその資本、日本の資本となるようなお金になるもんって今アニメじゃねって話になって、 そうだね、そのおっさんたちが、え、アニメ売れてんでしょ今みたいな、アニメ人気あるじゃんみたいな、あの海外でもほらアニメめっちゃやってんじゃんみたいな、日本のアニメ超人気だねみたいな、じゃあこれ金になるじゃん、やったみたいな、クールジャパンやろうよみたいな感じになってる感じが僕はしてるんですよ、いつも。そうだね。だからそれって漫画にも後々またその漫画の回があったら話しますけど、漫画もそういう風にやられてた部分というか、今もうそういう風になってる部分があって、うん、漫画ってそういう風にこうお金になるっていうか、まあ、日本の漫画ってすごく海外に受けますから、そうだね、あのそういう部分でもそういう漫画の間の字も知らないような、あの手塚治虫は小さい頃にちょっとだけ読んだけど、そうだね、あの浅野犬って誰っていう人とか、あとそういう人たち、そういうおっさんたちがね、あの島耕作でしょみたいな、漫画で島耕作でしょみたいな人たち、ね、とかが、あのなんていうの、そういうことをお金になるからやりましょうって言って、もっともらしいような政策打つみたいな。で、僕たちとしては何も知らなければ、え、国がじゃあ何、あの大手を振ってやんのみたいな、やったじゃんみたいな、そうです、あのやったの残ろうよみたいな感じで、まあ、その本当にわからない庶民たちは思うかもしれないけど、もしかしたらそれがやっぱもう食い物にされて、食い尽くされて、はいバイバイっつって絞りかすだけ残るみたいな現象が、まあ過去にもあったじゃないですか、多分カルチャー。だから多分本当にクールジャパンって言って戦略打つことに対しては、うん、さっき俺評価したいねみたいなこと言ったけど、みんなある程度は大事だねと思ってると思うんだよ、ね。ファッションの人もちょっと警戒してると思いますよ、そこは。なんか輸出すべきだっていうのを思ってると思うんだけど、うん、だけどやってる人たちが全然分かってねえじゃねえかっていうところに対してのなんか違和感とか、そう、愛がないんですよ、危惧があると思うね。だからこの前だと例えばだけどさ、なんかクールジャパン戦略担当大臣が、うん、なんかそんなにいるの？いるんだよ、ね。稲田さんっていう人ですかね、稲田さんっていう、それおっさんなんですか、あの女性で、あ、多分50代ぐらいの女性なんだけど、その人が、うん、なんかね、なんだっけ、あの黒いさ、うん、なんていうんだっけ、そういうの
ゴスロリ、あ、ゴスロリ、これゴスロリよって言って、うん、急になんか会場に現れたんだけど、うん、全然ゴスロリじゃなかったっていう。そうなんだ。で、なんかゴスロリ知らないんだったら言わなくていいじゃんって思うんだけど、うん、そういうなんかコスプレみたいなのをして出てきて、でそれですごいネットで叩かれたってことがあって。叩かれるよ、ゴスロリなんてまさにコアなとこだもん。そうだね。だからそういうなんか、まあ、それも本当そうじゃん、なんか分かってないんだったら言うなよっていう多分話だと思ってて、でクールジャパンって言ってる人が分かってないと言ってね、ちょっと違うんじゃねみたいなこともあるし、うん、そういう人たちから出てくる政策がまともなわけないっていう気持ちも確かに分かるじゃん、うん、そう。だからね、難しいね。だからさ、このラジオの、ね、目的としては今すごいいいこと言いますけども、はい、いい、あのこのラジオを聞いてそういうふうに考えてない人たちというか、はい、まあ、考えなくてもいいかってポーンって投げちゃった人たちが一回ちょっと立ち返って考えてほしいわけです。だからクールジャパンで騒がれてる、あ、いいんじゃない、キャリーバンバンやればいいじゃんって思ってる人たちが今後それがどうなっていくのか、果たして本当に自分たちの望んだこの素晴らしい世界があのもっと素晴らしくなっていくのか、それとも食いぶちにされて終わっちゃうのかっていうことをユーザー自身たちが考えていきたいと思うんですよ。なんかね、いいこと言ったね今ね、すげえ本当に。ちょっと、ね、だから時間もらっていいかな。そろそろ僕らも頭いいというか現象について考えていかなきゃならないとこが来てると思ってて、あ、なるほど。だからそのおっさんたちに反対してそのいいようにされてもてあそばされて終わっちゃって僕らがいいのっていうところに対してすごく僕は言いたいんです。そのファッションの人にもオタクの人たちにも、そうだ、殻にこもってるのもいいけど、そんなことしてたらいつまでたってもその国益にされちゃって、まあ、国本当に潤うのか知りませんけどね、これでね、うん、なるのか分かんないですけども、本当に漫画の魔の字も知らないようなあのジジイともがね、あの言うね、そう、ま、本当に言うけど漫画の魔の字も知らないんだって絶対、そんなやつらが、ね、うん、漫画素晴らしいっすよって言ってるわけですよ。いや、もしかしたらすげえマニアいるかもしれない。でもそうやったらちょっとすごいね。モーニングもさ、マガジンもサンデーもジャンプもさ、毎週買ってもビールとかもさ、ちゃんと目利きしてる人いるかもしれない。あ、それすごい。それがいたら俺ちょっとそれ任せたいもん、その人に。じゃあちょっと、うん、俺聞いてる人で、うん、官僚の方、あ、総務省かな、の方でちょっと漫画読んでるよと。あ、言ってください。メールしてきてほしい。反応してください、ありがとう。ラジオっぽいね。うん、絶対ね、あのそんな読んでないから、もう僕が高く食ってます。いやでもね、俺ね、いると思うんだよな、2人ぐらいは。でもさキャリーパンダのこと理解できてんのかなって思うじゃん、クールジャパンの人たちとかさ、賢い人いるでしょ。いやいやいや、なんか現象的にはすごいと思ってるかもしれないけど、あの感性を、うん、すごいね、いいと思うって言えてる人って絶対ないでしょ。そうね、だからいいと思ってても現実の政策として、あ、こんなもんしかできないっていうことは、うん、ちょっとね、そうあれがないよね、あの力がないから、力ないです。とりあえずオタクの人もしいたら、うん、力持ってくださいことが言いたいね。そうだね、だからオタクの人がまあ力持つとまたなんか世界変わってくるのかもしれませんけども、基本的には力持ってないですし、ないから、まあ、そういう部分についてもちょっと喋っていきたいし、そうですね、知ってほしい部分も、うん、阿部君的にあります、あることちょっと伝えたり、ありますで、俺はちょっとそれにちゃちゃ入れたり入れてほしいですよ、本当に。だからまあね、なんか考えるってことに対して本当に皆さん少しなんていうのかな、まあ、考えることに対して考えてほしいというか、まあ、頭働かすと、なんていうの、その今後どうなっていくのかっていうかっていうことだよね。だから、まあ、さっき言いましたけども、それをちょっと強く伝えたいと、強く伝えたいです。この、まあ、そのきっかけみたいな、僕らはさ、そのなんていうの、答えを出すまでは多分いかないと思うんですよ。そうだね、出せないかもしれない、ね、出せない、出したいけど出せないかなって思ったりとかするわけ。そうだ、ね、問題提起ができて皆さんと一緒に考えることとか、ある程度の仮説とかね、あの結論は言えますけども、だそれが答えになるかっていうとまた果たしてちょっと違うと思いますし、もっとし、はい、もっと知ってる方っていうのは、まあ、ごまって言いますから、そのプロの方々は、はい、それたちに任せたいと思いますので、僕らの中ではきっかけみたいな。で、あとまあそれを踏まえて、そのアートとオタクっていうのがなんかその一緒くたにならないとしても、少しその同じフラットの立場でお互いを考えていけるような、はい、あのきっかけとなる感じになったらいいじゃないっていう。わかりました。ということで、はい、ちょっと今いい感じで締められて、はい、時間も28分なので、本当素晴らしい、素晴らしい、ぴったりということで、コントロールが、はい、第2部はそうです、ね、この辺りにして、この辺りにして、じゃあ第3部、第3部はちょっといろいろごったにみたいな感じで、はいはいはい、いろいろ喋りたいなと、いきましょう、ということで第2部、はい、ここまで了解です、はい。